さあ参りましたよ、回りましたよ先生、はい、お願いいたします。お願いします。それでいきましょう。3、2、1。井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今回はドドン、データレセンスベスト11 どん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 、やったぜやったぜ。J1 第7節、はい、J2、うん、第6節、J3 第4節編でございます、はい、先週末ということですかね。そうなんです、そうなんです、はい、そうなんです、うんうんうん、4月の1回目のね、試合のところから、ちょっといろいろと選出させていただきました。わかりました。誰だろう、あの人かな。あの人は絶対入ってるからな。いや、あの人入ってるからどうだろうな。まずはじゃあ J1 からいきたいと思います。わかりました。ベスト11はこの方々。ドン、ダンタ。J1。はい。はい、左側に今回からの結果もね、ちょっとちっちゃくですが、ちらっと。ありがたい。これはありがたいね。はい、しました。まず、今節の J1 の特徴はですね、はい。ゴールキーパーです。ゴールキーパー、はい。なんと、まあ、これね、J1、J2 は24人のメンバー選ぶようにしてるんですけど、うん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 、なんと、4人ゴールキーパーが入ってきました。おー、はいはいはい。まあ、東口さん、谷さんの2人が、ちょっと結構抜け出てはいたんですが、うんうん、ちょっとビッグセーブも含めた上で、今節は結構、そういうシーン多かったんですよね。データ選出でいくと、やっぱり攻められてセーブしたというね。はい、入りやすいってことですもんね。そうなんです、うんうんうん、でそれ以外にもちろんつなぎでどれだけの、ね、確率で、パスを味方に通したかとかそういうのもいろいろ入ってくるんですが、はい、その上位4人が東口さん、谷さん、ランゲラクさん、上福本さんの4人でした。総合値ということですよね。そうですね、うんうん、特に東口さんとが本当すごいのが、まあうんまあ、久しぶりの試合になりましたと1ヶ月ぶりぐらい、うんうん、エリア内から6本ぐらい止めたんじゃなかったかな、確か。はあ、もともとね、そこに定評がある方ですけど。ね、うん、どんな反射神経なのっていうところで。すごいね。これでね、これ毎回また思うのが、それにタメを張ってくるのが、湘南の谷選手なんですよ。うん、うん。この間 U24 アルゼンチン戦でもすごい活躍でしたけど。そして安定感見せました。ねえ、まあさ、皆さん、うん、谷選手って、はい、ガンバからのレンタルでしたよね。そうっすよね。これガンバとしてはウキウキしますよね。いやー、盤石なね。あ、谷が帰ってきてくれればっていう。確かに確かに、うん、そんなところもあるのかなと思いました。続いて今度はセンターバック、ディフェンダー陣でございます。はい、センターバックで菊池隆吾選手、牧野選手、島尾松選手、庄司源選手、奈良田月選手と、はい、まあ、得点上げた人たちがそのまま結構入ってきてるなってのもありますが、そうですよね。ちょっとね、はい、菊池隆吾さんが別格化しつつあるって話を、まあ、最近ずっとしてるんですけど、はいはいはい、うん、スプリントとかも多いんですよ、菊池さんはあ、はあははあ、へえ。センターバックで言う発言じゃないんですけど、はい、もちろんね、はい、こう守備と高さ得点、うん、みたいのはね目立つとこですけど、唯一言えばね、カメラの向きだけなんですよね、もうね。セレブレーションがね、向こう向いちゃったから。牧野さんはその点数は絶対間違わないからね。しかもそれでね、やっぱ監督の、監督へのセレブレーションも含めて。確認してますからね、もうね。そうなんですよね。はいはい。で、逆に得点なかった二人、マテ選手と庄司選手なんですが、うん、島尾マテ選手は前半15分間限定だと、うん、絶対入らないなっていうデータだったんですけど、うんうんうん、いわゆる古橋選手にね、得点決められてしまったんですよ。うんうん、ただ、その後、うん、もう抜かせなかったんですね。ああ、残り75分間で、しまうまたここにありをぐんぐん伸ばし続けてったので入りました。あの瞬間だけだったのやられたのは。そうなんですよね。でもだから、あ、なるほど、こういうことかで多分得得したんでしょうね。古橋はこうやってくるんだな、みたいな。繰り返さないぞと。ですね。ああ、なるほどね。そしてサイドバックですね、続いて、うん、サイドバックに福森さん、上里さん、岸本さん。なるほど、戻ってきましたね。上里さん入ってきましたね。うん、これデータとかじゃなく、印象チームも入ってる各メディアさんのベストイレブンでも上里さんが入ってたので、うん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 、まあこれもう分かりやすくかな。はいはい、福森さんのシュートもね、あれポイント高いでしょ、データ的にもね。素晴らしいですね。うん、また抜いてました。上里さんの後すごいところが、うん、アタッキングサイドの進入回数が、中盤の選手含めてでもトップクラスにいるんですよね。はぁ。あとはどこですか、ポジションはって、言いたくなるぐらいですけど。うんうんうん、でもそれで成功してるのがやっぱすごいことです。すごいね、うん。あと右の岸本選手はもうね、柿田選手へのアシストですね。クロス。はい。はい。わかりやすい、ギュンとしたクロスが本当に印象的でもありました。はい。そして中盤の選手たち。セレッソの奥野さん、まあ、番号ありましたね、うん、名古屋の米本さん、そして神戸のサンペールさん、鹿島の江坂さん、はい、徳島の徳島の岩尾さんに川崎の清水さんという形でございます、うん、実力者たちがね確実に
ですね。データでも結果を出してる。うん、はい。その中で、そういえばっていう、ちょっとデータというか、ヒストリーなみたいなものが一つあるんですけど。はいはいはい。岩尾健さん、この間清水戦で得点しましたと。PK でね。うん。J1 初ゴールだったんですね。おー、そう。そういえばと思って、わー、ちょっと、ちょっと、なんか、心の中があったかくなりました。やっぱ何年も何年もね、オファーもあり続けながらも断ってで、そうですね。やってきてね。しかもまだ監督がいない中で、ちょっとね、フィールドプレイヤーの中での監督なんてこともやりながらのことし、すごいことだなってことなんか改めて思いました。できたんですね。はいはいはい。素晴らしかったなと。あと最近ちょっと成長してるなと思われるのがサンペール選手ですね。はい、ここへ来てね。やっぱ若いっちゃ若いもんね、はい、サンペルさんもね。そうなんですよ。うん、で、やっぱりもともとなんかネクストイニエスタみたいな感じなの言われてましたけど。はいはい、バルセロナ時代からね。最近ね、ってことでしょ、うん、奪うんすよね。あら、はあ、しかもノーファールかつ、うん、やや笑顔で、うん、で、ずっと前見てるんですよ。ネクストホタルになってきてるってことですか？どっちかというと。はあはあはあ、で、しかもその奪った、その次の瞬間、縦パス1本で古橋が得点したんですよ。いやー、そっか、そういうプレーでしたかね。そうなんですよ。わー、なるほど。神戸、やっぱりこれサンペール、なんだ、育成術成功してるんじゃないのかなってのは、ちょっと思うところですね。このバルサのね、未来ある若者を連れてきて、神戸でも育てられちゃうよという、これは大きな成果ですもんね、成功して。かなと思いますね。はいはいはい。はい、そしてフォワード陣でございます。はい、そんな古橋さんに加えて、うんうん、先ほど岸本選手からの得点もあった柿田選手に、うん、宮代大成選手、はいはいはい、あとはエウベル選手、秋元選手も入りつつも、やっぱり2ゴール、うん、三笘さんが今節の MVP になりましたと。さすがですわ。でございました。秋元さんが嬉しいけどね、僕的にはね。まあ、ほぼ2ゴールみたいなもつもんでだってね。いや、ほぼそうですね。間違いないと思います。そこまで見せた連携ね。西さんですよ、右はね。いや、ほんとそうですね。素晴らしかったですし。はい、あと得点っていう意味では、だからね、うん、1ゴールプラス1、PK ダッシュのあった、秋元さんと徳島の柿田選手もそうかなと思いますし、うんうんうん、まあ、1ゴール1アシストの古橋選手もそうですし、あとは2ゴール、しかもその2ゴールが相手からね、こう、プレスして奪ったみたいなところもあった三笘選手。うん、まあ、すごいよね。そうだね。フォワードもだから得点だけする時代ではやっぱないよねってことをさらに。改めて思わされたような施設だったかなと思う、ね。すいません、ちょっと、あれ、はい、サンペールさんって何人でしたっけ？スペインですよ。スペイン人か。ね、この濃いところがもうあの代表とかに選ばれるぐらいになってほしいですけどもね。日本で半分育ってね。そうなると J リーグのね、価値もどんどん上がっていくわけですもんね。でもこの間ね、当たり前になってほしいな。この間のマーさん、そういえば知ってますか皆さん、うん、あの、フェルマーレン選手同じ、ね。はいはいはい、ベルギー。あの、ベルギー代表に呼ばれて。はい、そうですもんね、まだ呼ばれ続けてる。だ神戸でやってる限りはもう全然代表にだって普通に呼ぶよっていうのが普通になってほしいですよね。しかもスタメンだったって知ってますか、うん、あ、知らなかった。スタメンだったんですよ。あ、欧州予選出てるんですね。そう。あら。あの、ね、他の面々がすごくて。うん。だここはトッテナム、うんうん、ドルトムントレアルとかっていう、まあ、あのメガクラブだけのところに、ビッセル神戸がいるんですよ。いや、だからもう神戸、これはすげえ。神戸もそういうクラブになってほしいよね。すごいなと思いました。うんうん、素晴らしい。ありがたい。うん、そして、まずは皆さん。はい、J1 のベストイレブンは、今週これだけではありません。はい。今週木曜日に、また出します。あの、火曜日、水曜日にね、また試合ありますから。そっか、もう連戦だからね。はい。なんで今日はね、こんなところで終わらせていただいて、次 J2、J2 に行きたいと思います。はい。続いて J2 でございます。はい。続いて J2 でございます。こちらでーす。飛んでました。はい。はい。先に MVP は2ゴール上げました。東京ヴェルディの、佐藤遼雅選手となっております。ただ、このね、ちょっと面白いフォーメーションになりまして、はい。5-2-3 になりました。はいはいはい。これでいろんな兼ね合いでね。兼ね合いでこうなってる。優秀な選手が後ろに多かったとかいうことでしょ？そうなんです。うん、データで。めちゃくちゃセンターバックに多くて、右側見ていただければね、うん、ちょっとカラーリングでもわかるかもしれませんが、うん、と、はいはい、まずね、ゴールキーパーが、北九州の吉丸健信選手。うん。6本、枠内に飛んできたものを全部止めたっていうのが、まあ一番のポイントですね。おー、すごい。で、それプラス、西武では田口選手、吉丸選手に及ばなかったんですが、うん、その代わり、パス成功率が 93% ダントツナンバーワン。ワン、ツー、スリーの中でダントツでしたね、一人だけ。素晴らしかったなと思いました。
キーパーね、パス成功率もデータ総合値の大事な構成要素になってるわけですね。そうなんです。だってしかもその中でロングパスがほとんど占めた中でそれだったので、すごいなというところでした。なるほど。そして、ディフェンス陣がめちゃくちゃ多いんですが、うん、センターバック、まあ得点上げた、まあ、新里選手あたりは分かりやすいかなと思いますけど、うん、あと得点の中、一連の中で絡んだ、甲府のメンデス選手や、うん、後ろで守り続けていた、新井良平選手、大井健太郎選手、村松康太選手、うん、なんかもそうなんですけど、今回言いたいのが、右のセンターバックの中に一番手に入れた、はい、知念哲也選手。はい。この間違う動画でもちょっと話させていただいたんですけど、うん、あの個人的には誕生日が全く一緒ってのがあって、11月8日ってのがあって、意外と親近感ありますよね、それね。そうなんですよ。はい、はい、わかる。そういう選手でもあるんですが、うん、まずあの見た目がね、うん、髪型がちょっと特徴的で、はい、ブロッコリーヘッドって呼ばれてるんですけど、はい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 。髪型がすっごいあの、もさっとしてる感じ。アフロのちょっと上位互換みたいな感じの髪型してるので、ぜひ見ていただきたい。アフロ超えてるわけですね。そうなんです、うんうん、で知念選手のすごいところが、うん、外国籍選手に当たり負けしないというか、当たり前のように勝つんです。はい、ああ、なるほどね。もう、だから、気持ちでも全く負けてないってこと、引きを取ってねってことでね。で、相手がビビるんですよ、うん、ちょっと。はいはいはい。そんな日本人ディフェンダー今までいたかっていうので。なるほど。っていうところでもちょっとご注目いただきたい。ルックスにも特徴あるわけですからね。そうなんです。うんうん、そんな中、空中戦とか、あとはインターセプト等々で、まあ、活躍できていたのが、他に松本の2人、野々村選手、篠原選手もある。はい、はい、うん。そしてサイドバックは右に長崎の桑崎選手とベルディの若狭選手、はい。それぞれワンアシストずつありましたね、うんうん。そして同じく左サイドバックの富山選手もワンアシストありましたと。うんうん、そしてボランチ。まあ、素晴らしいゴールありました。松本の佐藤和弘選手。そうですね。左からギュンね。はい。あれはちょっと忘れられないゴールに。うん。ちなみに今、なんか世界でもあのゴール見られてるらしいです。え、なんか世界のそういう、なんか、ああいう世界版のこう2チャンネルみたいなところに貼られてて、うんうんうん、なんだろうみたいな感じで。まあ、そんぐらいすごいゴールだったもんね、あれね、確かに。そうですね。うんうん、その他に、実は J2 の中でドリブル成功数ナンバーワンだったのが、なんとボランチの北九州、針ヶ谷武明選手。うん。パサータイプの彼がすごい、あの、一人一人スルスルっとかわしたのもいいんですよ。はいはいはい。そして、まあ、相手のオンゴールにうまくつなげたスルーパス出した藤村、金沢の藤村啓太選手、うん、新潟の高高弘選手、町田の佐野海舟選手も入っております。はい。でフォワードでは、まあ、わかりやすく、栃木のジュニーノ選手、うん、京都のピーター・ウタカ選手、ね、はい、うん。そして松本の河合修斗選手、ベルディの佐藤良賀選手、群馬の田中俊也選手と加藤純也選手が入っております、うん。いいですね。ね。はい。ウタカ選手はもうプレスで3人相手にして勝ってましたね。どういうことですか？いや、見てくれれば2、3人相手にするんですけど。はい。ウタカ選手がプレスかける側でしょ？はい。3人相手にプレスかけれるんですか？プレス、そこに1人でやって相手に囲まれるんだけど、相手に囲まれながらで、うん、自分の足元で取られないことも悟りつつ、うん、誰かパスできるやついないかな、あ、あそこにいるじゃんってのでパス出してアシストにもする。持ってる時ってことね。そうそうそう、なるほど、なるほど。はぁ。松がすごいもんね。やっぱりこう、うん、オーラがね。うん。ですね、うん。あともう一個ね、もちろん佐藤良賀選手もすごいんですけど、僕今日言いたいのが、うんうん、河合修斗さん。お、はい、松本の。松本のね。これね、うん、ハイライトにはあるんだろうけど、あ、多分。一個、うん、秋田のオンゴールになっちゃったやつがあるんですよ。中村亮太選手だったかな、うんうんはい。あの、右サイドにボールやってきたところで、ペナカドのところで河合選手が相手で対峙するんですけど、うん、ワントラップの切り返しだけで、うん、2メートルぐらい幅作ったんですよ、相手とギャップ。で、それでグラウンダーのクロス放ったら、それで秋田の選手が触っちゃってオンゴールになるんですよ。ああ、そう、話ありましたね。やっぱそこ、そっか、そのトラップで一つ、ね。うんリードしてるってことだね。あれリアル生で見てて、もうちょっと痺れましたね、さすがに。はいはいはい。うん。あとは後半全体的に田中俊也選手がちょっともうキレキレすぎたってのもあるので、うんうんうん、できればこれ群馬の方々にもご賛同いただきたいところですけど、見ていただきたいなってところが強かったです。うんうん、はい。よかったです。群馬も調子上げてきてますね、前線の選手もね。ね、うんうん。はい。ということで、J3 以上でございます。ありがとうございました。ラスト、はい、J3 でございます。さあ、誰なんでしょうか、どうす？はい。はい、出ました。うん。今回の J3 第4節 MVP は、うん、鹿児島お休みでございましたもんね。はい。はい、岩手グルージャ盛岡決勝点、うん、中村大輔選手でございました、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。うんうん、あの、今節、まあ、J3 はね、18人選択してるんですが、はい、今節ちょっと面白かったなと思うのは、うん、ダブルキーパー。ダブルキーパー、はい。
今節、長野対八戸という試合があったんですが、その試合の守護神二人組がそのまま入ってきました。1-1のドローでしたけれども。はい。はい。八田貝選手は PK 以外かな、全部セーブしてるんですよね。うん、長野の方で。はい、なるほど。まあ、それもあってやっぱ入ってきたのがあったんですけど、今回注目したいのが八戸の横山選手。はい。これね、長野の八田貝選手は大卒ルーキーなんですよ。うん。うん。横山選手はオールドルーキーなんですよね。おうおうおう、オールドルーキー、はい、というか。初めてですよね、確かね。ほう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 、実は30歳なんです。はい。LINE メール青森さんから。はい。やってきまして、はい。なるほど。今年 J の舞台に立ちまして、ね。はいはいはい。ちょっと。これはなんか応援しちゃいますね。そうなんですよ。はい、結構 JFL からね、あの、八戸さん持ってくること多いですけど。うん、監督もね、そのままやってきたって形だから、多分そうなのかなとも思いましたが、はいはい、いや、うまくこう守れてるんですよね、うんうん。多分今までやってきた信頼関係なせる技なのかどうなのかというところもありますけ ど、ね、ちょっとここにも注目ですと。はい、で、今回、うん、僕もちょっとデータをいろいろ見ながらで驚いてしまったのが、うん、あ、こういうこともあるのかというのが、センターバックでございます。うん、はい。ダブルセンターバック。富山の曽根選手と八木下選手、そして長野の吉岡選手と宮崎の井原選手が入ったんですが、うんうんうん、なんと2失点したチームのセンターバックが2人ともベストイレブンに入ってくるという、ちょっと面白いことがありました。おー、はー、これはどういったポイントだったんでしょうか、総合。これがね、これをぜひ皆さん見ていただきたい。これ多分ハイライトじゃわかんないんですけど、うんうん、富山対福島、うん、2対2なんですが、福島の方が攻めてます。はい、はい。で、その福島なんで攻めていたのかというと、やっぱりイスマイラ中心主義。うんうんうん、イスマイラさんにボールを集めるということがうまくできていたんですよ。はい、はい、はい。ただそのほとんどをこの戸根選手、うん、八木下選手、筆頭に富山ディフェンス陣が、なるほどね。防ぎ切ったんですよ、ね。はあ、はあ、はあ。だ今節のもう攻撃回数とかもダントツナンバーは福島が多いんですが、うん、そこをしどぎ切ったのが本当富山さんのこの二人とかね。なるほど。だから2失点もしちゃったけど、うん、でもそれじゃもうあのそこだけじゃこう答えられないぐらいにもうインターセプト、タックル、空中戦、ダントツワンツーみたいなところでこの2人とがいたっていうのがありましたね。ね、ああ、打ち切っていた。そういうことか。はいはいはい。そしてサイドバックには、うん、今治の駒野選手、島村選手、さすが。そして長野の山本選手に、岩手の中村大輔選手がございました。うんうんうん、まあ、ダブル今治のサイドバック入りましたね、駒野、柴村と。はい、はい。これも、まあね、3-2と熱い岩手対今治の試合もありましたが、まあ、どうしても言いたくなるのはやっぱ中村大輔選手ですね。はい。後半アディショナルタイム、決勝点、うん、左コーナーキックを直接沈める。ああ、これはね、すごいプレーだったし、うん、その前の島村選手のね、ドリブルシュートも。ドリブルもね。だからベストバウトでしたね、この試合ね。この試合、3対2。はい。ね、個人的には J1、2、3関係なくダントツナンバーワンのベストバウトでした。ああ、なるほど。確かに。海外の試合も10試合ぐらい今週末見たんですけど、はいはいはい。それら含めてだってこうだなと思います。ここですよ、絶対。へえ、ちょっとこれはぜひまだご覧になってない方ね。見ていただければなと思います。はいはいはい、はい、うん、そして続いてボランチには、熊本の川原選手、マコールね、いいミドルもありました。はいはい。で、いいアシストもありました。鈴木純選手も入っておりました。うんうん、そしてトップ下には、富山の1ゴール1アシスト、高橋俊太選手が入りました。はい、はい、右には長野の今季初ゴール、三田直樹選手。ちなみに言うと、チャンスメイク数もナンバーワンだったりだとか、味方、うん、はい。味方が、サンダ選手のパスによって、味方がシュートを決めま、シュートしましたっていう、キーパスの数もダントツでナンバーワンでございました。ああ、そう。ほうほうほう、はい、そして、なんと宮崎組がちょこちょこ入ってるんですが、うん、すごい藤岡康介選手、はい、そして梅田海斗選手と2人が入りましたね、はい。全然戦えてますもんね。そうなんですね。熊本破っちゃってるわけですからね。しかもね、いわゆる、こう、守ってセットプレーとかじゃなくて、ミドルとかで決めてますから、これはすごいことだなと思いました。ホームもね、ホームも盛り上がってましたもんね、この前の節は。本当ですね。はい、うん、そして、残りは、岩手のブレンデル選手とアシストもあった今治の東野俊樹選手となっておりますと。はい。はい、うん、こんな18人が入りました。以上 J1、J2、J3 でした。いやー、面白い。これまだまだどこ行くかわかんないしね、スターもバンバン出てきそうだしね。とはいえ実力者も見えてきましたしね。そうですね。面白いぞこれは。ということでございました。ありがとうございました先生。でした。はい、ということでまたねすぐミッドウィークにも J1 ありますもんね。
うん、また一つよろしくお願いします。お願いします、はい、面白かったです。ということでミルクサッカーアカデミーいろんな企画やってますんでね、ぜひ毎日出してます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。井上までございました。ノーミルク佐藤でした。それではまた楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも。